フェアマウントパーク計画。ベンジャミン・フランクリン・パークは A、ペンシルバニア州フィラデルフィア・ジャック・アンディオ・ギュストグレ、ベールは、フランスの建築家、都市計画家、造園家、ジャン・シャルル・アルファンとジャン・クロード・ニコラ・フォレスティエを引き継ぎ、パリ市の都市計画の枠組みの中で、緑地整備に取り組んだ。特に、してし遊歩道修復を実施、1924年には、 開発やスプロール委員会の報告者に任命された。その後、20世紀初頭にはカナダで活動、オタワの環状力地帯を形成させた。また、アメリカでは多くの大規模庭園を設計している。作風はボザール式で近代のデザイン世代ではない。ホワイトマーシュホールの庭園博物館から、ベンジャミン・フランクリン・パークは A、20番通りから見て、 北西グリーンベルト計画1937年のフィラデルフィアでのベンジャミン・フランクリン・パークウェイのマスタープランで最もよく知られている。1937年のパリ近代生活の国際芸術技術展のマスターアーキテクトを務めて以降はオタワの計画に着手していたが1937年から1950年まで戦争のために中断した。 1950年代初期には、カナダのモントリオールに権威ある動脈であるマクジル、コルジュ通りのコンセプト作りを手掛ける。フランスでは、とりわけリール、ベルホール、マルセイユ、アベビルト・ルーアンの2都市間の都市計画。このほか、米国最大の指定の一つであるホワイト・マーシュホールの庭園設計を担当した。パリ生まれ、ボーベ地域に定住した王室芸術家一族で、 父は彫刻家、アンディデオン・グレベール。おじは陶芸家で彫刻家のヨハン・ペーター・グレベール。1901年にエコール・デ・ボザールの建築家に入学する。1906年にローマ賞を受賞し、建築の学位を取得する。1909年までローマなどの壮大な古代遺跡の調査を実施するためにローマに赴く。1910年から研究を完了し、 米国に向けて出向する。新世界の側で勉強する必要があると考えていた。ドローイングをいくつか発表するなど素晴らしい才能を持ち得ていたので、フランスでのプロジェクトのレンダリングで多くのアメリカ人を楽しませており、これをスタイルの美術と呼んでいたが、フランスでは用語が異なる意味を持って、それはむしろアカデミック、または消防士を意味していた。その後のキャリアは、 非常にオリジナル色の強いランドスケープアーキテクト、都市プランナーとして、名声を得ていくが、こうして、彼の名声はフランスに比べて、北米で大きくなっていく。最初の頃は、ニューヨーク州ロングアイランドのクラレンス・マッケー、ジョセフ・ E ・ワイドナー、ペンシルバニア州ウィンドムーアのエドワード・ T ・ストーツベリー、などといったクライアントからのもので、米国プライベートガーデンの多くを手掛けていた。 米国では他に技術と建設法やテクニック、習得支援のためにフランコ・アメリカンという警察の業務で2つのミッションを担当し、こうして仕事との調査業務で10年ほど費やす。1920年にフランスに戻り、アメリカ合衆国の建築を観光する。多数のイラストを掲載し、自身の論説画書を通じた発表の機会が与えられる。この本は成功し、 フランスでの名声の始まりとなる。特に、パリの建築家協会の学会で被写体をテーマに、講演を重ね、経済的にも恵まれる。1924年には、パリ計画研究所から高度都市研究を教える、講師に任命された。80歳で亡くなるまで教えていた。グレベールの名前は、ケベック州ガティノー市の重要な大通りの名に与えられた。息子ピエールは、 後継者である。1961年に、父と共に、エッソ社のためのラデファンス地区の最初のオフィスビルを建設する。この12階建てのガラスのカーテンウォールの建物は、新しい産業の中心に近く、技術は大きなスラブ上に置かれた遥か上の塔に道を譲るために最初に解体される。建築家協会に記録を残した。彼の作品はいつも、 彼の活動に証言するために、そこにいて、彼が働いた都市の文書。彼はいくつかの本と多くの記事を書いている。ザッシエル・アーキテクチャー・ディ・ウジャード・ヌイト・アーバネザムでは、多くの記事が彼の仕事と彼の考えを扱っている。文化省の指示の下、遺産の保存と目録に依存しているメリメデータベースは、フランスでの作品に関連して61枚の作品を執筆している。 ありがとうございます。